はいどうも、ジョーカーズのネットとモモフミです。今日はね、ミラー越しからお送りしてるんですけども、もしかしたら声がね聞き取りづらいかもしれないんですけどね。ミラースクラッチングという今回企画なんですけど、ご存知ですか？正直知らないです。知らないと思います。うん、これね、ノーベル賞に実はね、ノミネートされてる。おー、じゃあ濃厚だね。ノーベル賞つってもイグノーベル賞つって、あのちょっと面白いノーベル賞みたいな。なんだよでもまあ面白いな、なるほどねっていう、なんかこうちょっと並外れな知識を発表した人に与えられるイグノーベル賞に輝いた、おミラースクラッチングなんですけど。なるほど。かゆいところ、まあ、例えば俺で言うこっちがここがかゆいってするじゃん。かゆいなと思ったら鏡を見ながらここを描くとかゆみが和らぐ。例えば左側がかゆかったら右側を描けばいい。描くとかゆみが和らぐ。あの脳のあれなのかな。なのかな。じゃああれか、あの自分がもし女になりたかった時にで鏡見てずっと見れば女になれるみたいな。お前すげえバカなんだなまあちょっと今回はね、なんか本当に偶然かゆいっていうことで、そう、あの自分こう左手のここがかゆいんで こっちを描くっていうことですよね。そうそうそう。じゃあやってみましょう。はい、それでは実際にやってみましょう。実際かゆいのは左腕ここになりますね。右のこっちを全く同じ幹部を描いてみてください。はい、思いっきり知っちゃってる。これは俺しか分かんないから伝え方難しいね。そうだね。ではいきます。あのね、気持ちだけちょっとです。イグノベーションだからそうね、その辺俺に文句言われてもらうじゃあもう思いっきり書いてもらってそうそう、逆に可愛くなっちゃったいや、これね、あのね、やった人しか分かんないから、ね、やってみてください僕もあの、痒いなと思ったら必死で鏡とこ行きますんでここだった場合どうすんだろうね。これだから急所なのかもしれない。ちょっと何言ってるか分かんねえ